ということで、ね、そのさっきのね、トロバリ変えたよっていう動画を上げてね、で、最速でもう一個動画を作ると。まあ、何を撮るかというと、結構ね、俺今スプラトゥーンやってるんですよ。やりましょうか。あとね、ドラクエもね、あるんですよ。3DS の。今度ね、まあ、じゃあ僕の表情動画っていうことで、ね、まあ、ドラクエをやって、ドラクエじゃなくてスプラトゥーンをやってる僕の表情。誰得っていうね。いや、お前はピューディパイなのみたいなね。いや、誰も得しないよってね。ピューディパイだったら確かに、って、意外ってね。さすがピューディパイってなって顔だけってなるかもしれないけども。なんすかそれってね。いや、俺、チャンネル登録者30人。でも、俺のチャンネル登録者30人の1人の質ってどれくらいすごいかっていうと、まあ、100万人で3000万人。うん。3000万人。うん。俺、チャンネル登録者3000万人なの。How to Basic 参上。あ、それはやばい。How to Basic 参上ってね。1000万かける1000万かける1000万だからね。ね、ちょっとね、天文学的数字になっちゃう。天文学的数字って意味わかんないよね。ちょこちょこちゃーん。もう本当にイラつくな。すげえ。そしてガチマッチの聖者が、てん、てん、いうのね。いちいちこれをやるっていう。次、リーグマッチで、てん、てん、てん。これ絶対テレビ落ちるよ。ノリタクールテンタクルか。絶対塩カラーズの方がいいでしょう。塩カラーっていうのがもう洗脳されてるんです。ここに刷り込まれた。刷り込まれ、ランク12になったんだ。何しよう。まあね、ガチエリアだってさ。俺 B マイナスだったんだけど、まあ、その B マイナスに、あの飛び級制度で B マイナスになった。まあ、前作 S だから、これは。ね、なんか目まぐるしいくらいいろいろ買ったな。アイカスフィアね。ちょっと待って。ちょっとこれ足伸ばしたいんですけど。ロラコラ、あ、ジャンプビーコンにイカスフィア。いや、ジャンプビーコンはさすがですね。まあね、今回ね、スーパー着地の特攻が俺はね、このね、ロラコラ、まあローラーコラボなんですけど、今回ね、ダイナモがすごい弱いよね。で、チャージは弱いよね、ぶっちゃけ。うん。チャージ結構強いところもあるけどさ。チャージは弱体化されすぎだよね。だね。でもそんな弱体化されてない。一応まだね、チャージャーは脅威だよ。上手い人から、でもね、あの、ネクラさんがチャージャー捨てたからね。あのね、ネクラさんって、どういうすごい人かっていうと、スプラトゥーンはあの、S プラスカンストイズデーっていう幻の人なんですよ。S プラスカンストイズデーってね、めっちゃ楽しい。え、イカスフィアめっちゃ面白くね。俺ロラコラ欲しいな。え、めっちゃ楽しいじゃん。え、ロラコラめっちゃ楽しい。メインじゃん。並び替え、最後。持ってないっていうの。まあ、これ。あ、うん。あ、あ、デュアルスイーパーの方が、一発のさ、デュアルスイーパーってこうなんだね。なんかもうドライバーにしか見えないね。え、ゴミ弱いじゃん。え、こんなん俺には使えないよ。でも結構重なってる方だね、これは。え、待って、エイムむず。あ、重なってる。うん。マニューバーなんだね、デュアルスイーパーって。全然強くないっしょ。ね、マニコラ。
まあね、癖が強い。まあね、癖が強いんですよ、カーリングボムっていうのは。あ、間違えた、間違えた。カーリングボムって当たると20なんだ。何これ、俺使わないけどね。北斎、もうこんなの。北斎はね、ちょっとね、指が痛くなるから使わないよ、普通。バレルスピナー。確かにスプリンクラーまではいいけど、スプリンクラー強くなってる。うん、明らかにスプリンクラー強くなってる、ね、あ、でもなんかあれ範囲狭くね。あんま強くないね。足元まで濡れないからあんま強くないよ。雑魚すぎだろ今回のスペシャル。何これ。俺今回のさ、スペシャル弱すぎでしょ。本当にスペシャルなの？舐めてるの？それは。俺は怒ってるよ。あー。え？待って、デュアルスイーパーの軌道やばない？これ塗り拭きじゃん。デュアルスイーパー塗り拭きだよ、みんな。ちょっと待って、速度が異常な気がするんだけど。買わない。ため息出ちゃうね。もうなんか、まあいいや。ちょっと頭、ちょっと強い、なんていうの、頭かゆいな。ちょ、今さ、思ってるさ、俺、タコツボキャニオン行けるじゃん、普通に。いいや、ちょっとね。俺、武器屋でロラコラとデュアスイ買うわ。うん。強いんだよ、この2つが。絶対これが、買いだね。スペシャル必要？あ、マルチミサイルなんて使わない。ということで、まあね。あ、ぴったりだ、ほぼ。すごいな。お金ぴったり使い果たした。うん。リア水はね、明らかにこれ、早い。めっちゃ早い。リア水塗り拭きだ。え、強っ。あ、でも集団率悪すぎだろ、これ。あ、塗り拭きだ。デュアルスイーパー塗り拭きだ。うん。でもね、サブがゴミだな。サブスペシャルがゴミだ。あんま強くないな。あ、強いけど。普通に敵、でね、なんかね、移動距離が長くなってる。あれ？あんま長くなってないの？音が違うだけか。ごめんなさい。うん。すいません。音が違うだけでした。移動距離が長くなったかと思いきや。で、俺今回ロラコラ。だね。普通に強いんですけど、ビーコンっていうのはやっぱね、強いんですよ。あ、ビーコン2個も置けますよって思ったら、前作も3個置けましたね。すいません。すいません。あのね、ビーコンうるさいです。ピコピコ。あ、静かに消えるんだ。スフィア俺強いなって思ってて、結構お気に入りっすね。
セットワールってな、ドリドリン、ドリドリン、ドリ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 ン。まあ、爆発ボムは、爆発力は、まあ、スプラ、吸盤ボムと同じくらいって言ったら、それくらいか。普通にロラコラ強いと思います。うん。なんかね、楽しいね、ロラコラは多分。で、敵の真ん中でやるされたら嫌だよ。イカスフィア結構面白いですね。まあね、今回俺が目をつけたのはリアルスイーパーなんですよ。あのね、ちょっと移動速度速すぎですね、これ。確かに敵を倒すことではクソザコですけど、移動速度が速い、とにかく。それでこの射程で、あの、インクもね、消費量あんま速くないかな。多分。あんま速くない。いいね。デュアルスイーパー結構グッドかなって俺は思いますけどね。ということで戦場に行きましょう。戦場に行きましょうって言って武器屋行ってたんですけど、どうしてくれるんですか。ということでスケジュール更新されたんですけど、どういうことですか。あー、9時だ。朝だと思いますか。じゃ雰囲気暗い夜じゃん。あー、ちょっとガンガゼ野外音楽堂。でも普通にね、デュアスは強い、はっきり言って。あのね、移動速度が速い、普通に。塗り武器ですね、今回。マニューバーが塗り武器って感じで、まあ、金網早いしね。こうやっていって、15秒ちょいで相手のところ行って、もう相手のところ荒らしまくりですよ。こうやっていってね。相手ロックオンしなきゃいけないんだよね。あ、デュアルスイーパー強いですね、普通に。あの、塗り武器ですね、本当に。とんでもない速度が。もう本当、うざいですね。まばらに塗ってくるんで。こんな多分速度いらないと思うんですよね。ちょっと速度を抑えた方がいいですね、これは。散歩やめます。強い。顔すごいね。なんか海外のなんか、すごい顔だね。なんか人間じゃないね。怖いな、顔が。顔怖いわ。でかいから怖い。威圧だよね。威圧感がある、俺の顔は。あ、ヒーローチャージャーだ。チャージャー使いだな。早すぎますよ、俺の。俺の速度についてくれるかな。絶対さ、これ塗り武器じゃないもん。何あれ。あ、倒せたっけね。あ、で、普通に移動もできる。考えたら強いですね、普通に。これ何？寿司コロか。いいや。普通に強いわ。必戦強すぎ。必戦強いよ。もうやだ、鼻つぶじるわ。もう必戦萎えるわ、あいつ。強いんだもん、あいつ。強すぎでしょ、必戦。ね、ちょっと移動速度上げすぎた感はあるね。待ってこいよ、必戦やろう。これはちょっとダメ。うわ、強すぎだ。キルスピード速すぎだ。やばすぎだ、必戦。普通に速いよ。
ラペーニョソースってことでね、暴れないんだよね。え、普通デュアルスイーパー塗り拭きですね。強い。視線来てるし。めんどくさ。うわー、楽しい。マジ、塗るの楽しいわ。マジ塗るの楽しい。塗るの楽しすぎだろ。うわ、楽しい。ほら、来てた。あっぶな。マルチミサイルの打ち方適当だよ。あ、楽しいな、この武器。デュアルスイーパー楽しいわ。ハイパープレスは気をつけてね。来るから、ほら。バカだな、あいつ。わかんねえよ。あ、普通に強いね、デュアルスイーパー。普通のエムだと思うけど、強いもんですよ。お、危ね。いやー、強いなー。たまたまエイム開けた方が相手だったっていう。あのね、まあ、すごいいいことがあったっていうね。かわいそうだね。まあ、こうね、牽制するんですよ。牽制球ですね。あ、強すぎ、必戦。必戦チートでしょ、ぶっちゃけ。あんなずるくね、あんなキルスピード。ボールドマーカーより速いじゃん。ボールドマーカーよりゴーニンガロンの方が速いんだけどね。ゴーニンガロンがキルスピード最速なんですけど、ぶっちゃけデュアルスイーパー楽しい武器ですね。はい。普通に敵も倒せますし、強いですし、オフし、うん、強い。楽しい武器だね。いい武器ですよ。濡れるんだね、とにかく。でもプライムの方が濡れるんですよね。あのプライムっていうのは雨降らしなんで。顔が怖いね、本当に。楽しい武器っていいですよ、皆さん。まあ縄張りマッチだと普通に強いかな。うん、でエリアだと強いと思います。俺はこれは好きですね。あとクラッシュブラスターとか早く使いたいです。かっこいいんでね。多分壊れ武器で。クラッシュブラスターで S プラス取りましたって。あ、もうチャージャーいるし、もう負けちゃうよ、ね、あの人強いんだよ、あのチャージャー。やだ、もうやりたくないもん。もうこのゲーム電源切ろう。切ってないんですけどね。もう俺はモコじゃねえ。モコじゃねえよ。大変ですね。いて、アレクサンドリア。うお、そうか、お前は。ちょっと待って、俺何負けた？あ、Nジャップか。Nジャップならいいかな。マカマに負けたんだ、ちょっと心外ですよ。マルチミサイルは全員に撃てればいいのか。ここに固まらないで。俺の、あ、あ、ちょ、これうざいな。何が夢のうざさ。ちょっとね、あれ全然塗れないな。俺が下手なだけだな、これは。ここから進軍してくれる人がいるでしょうね。いえ。マルチミサイル使うためにいちいちなんでそれやんなきゃいけないんだよって思うけど。あー、それうざい。ジャンプしようとしたらそうなるのはやめてほしい。修正早く。必戦が来る。俺の大嫌いな必戦が。やらせ。いいですね、普通にいい武器だと思います。ちょっとね、うざめですね、少し。
全然ね、直撃するとね、死ぬんだよ、あれは。なんだなんだなんだ。スープレッサー。普通にね、やられてますね。スープレッサーでやられちゃった感じかな。倒しました。うわ、来たな。おい。うわ、エイムが合わない。ルミザップ意外に強いですね。意外に強いですね。カチカチいってるよ。でもこのゲーム、このゲーム嫌だ。もうこのゲーム嫌だ。やりたくないよ。この辺今、本音が出ちゃった。あ、でも本音じゃないですよ。やりたいんですけど、ちょっとね、負けてた、負けそうになったんで、勝ちましたけど、勝ちましたけどね。うざいな、ほんとうざい、ぶん殴りてぇわ、マジで。ちょっと悲しくなってくるよ、俺でも。心が痛い。楽しい。リアルスイカ楽しい。まあ、負けたらつまんなくなるんだけどね。アロのロンさんがね、30になった。外国の方かな。いや、楽しい。ぶっちゃけ。チャケブー楽しい。チャケブー楽しい。ぶっちゃけ。ね、ぶっちゃけ。まあ、チャケルト、チャケルトンってなんか、ね、ちょっとよくわかんないですね。今なんかクラークスの宣伝が流れてました。あ、かっこいいデュアルスイーパー。やめてよ、もうチャージャーの人。俺嫌い、あの人。チャージャーがこの世で一番で嫌いなんで、スナイパーなんてね、ちくわもになるんですよ、みんな。な、スナイパー強いのはわかる、極めたら。だんだん、手の出しようがないもん、あんなの強すぎて。わかるけどさ、そういうのってやっぱ人道的にどうなの？ね、道徳的に。道徳的にどうなの？道徳的にどうよ、あれ。道徳的にいいの、まず。うわ、いや。おー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 。死にたまえ、お前ら。死ねな。おぉ、どうしよう、どうしよう。ちょ、邪魔すんなよ、仲間。今さ、俺が、あん！いや、これは今のは俺のせいですよ。うまかったね。今、足場を取られて俺が動けないっていう。もうあの人は俺の動きを察知してるんですよ。あ、あいつ単純な横移動しかしねえっていうのを分かってて、足場を狙ってそこからチャージャーでね。確かに2発だな。もう、うざすぎるよ、チャージャー。あんなずるくね？そんな。二人いたら分かんねえだろ。まあ、そうなんですけど、まあ、ここにいるんですよね。そんな、バリア使わないとあなたで攻められないんですか？弱っちいな。ほらほらほら、必戦かかってこいよ。やめて。かかってくんな。そうかね。おい。こっちから来るよ。おい、お前だよ。バーカ。後ろ見ろ。いるでしょ、必戦。うわ、必戦、違う。やめて、必戦。ゴミ。ゴミ武器だよ、必戦なんて。必戦早。必戦の修正早しろ。ほら、バーカ。上ばっか見てんじゃねえよ。本当に上を見て歩くな。ああ、もううざい、うざい。あのね、なんでその。そんなさ、かっこよくさ、勝とうとしないでください。来るじゃん、登ってくるでしょ。うざいなぁ。来んなよ。うわ、そんな！なんで登ってこれんの？俺が今足場潰したはずなのに。ふざけんなよ、ゴミ。どうせそろそろこっちからもう来るんですよ。それを僕は見据えてこうしちゃう。塗っちゃうもん。無駄だからお前。来てんじゃん。あ、違う。で、これおとり作戦だから。もう来てんじゃん、いっぱい。来ると思うじゃん。こっちから来るんだわ。ね。おエロス。
あれ負けた？もしかして、もしかして。やばい、なんか、誰か一人足りないなって思って一人進撃されてた。もうやだ。